ロナルド・クーマン監督が辞任したオラン代表は28日、UEFA ネーションズリーグに臨む代表名、バーを発表した。今シーズンの欧州サッカー、ダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料を見、実施中、バルセロナ監督就任のためクーマンが、指揮官を辞任したオランダ代表は、ドワイ・ローデベンヘス氏が、暫定的に指揮を就くことが決まっている。オランダ代表は9月4日にランドと同7日にイタリアと対戦する予定。前に発表していたメンバーから23人まで絞いる。今回のオランダ代表メンバーは以下のオリ、GK シレッセン、バレンシアクルル、ノリッジ、ゾート、AZ、DF ワインダル、AZ ダンフリース、PSV スフルス、ヤックス、ハテブール、アタランタデフライ、ンテルフェルトマン、ブライトン明け、マンチ、スターシティファンダイク、リバプール MF、ハッターレン、PSV ファンデベーク、アヤック、フェル、フェーノールト・ストロートマン、マ、セイユ・デローン、アタランタ・ワイナルドゥ、リバプール・フレンキー・デ・ヨング、バルセ、ナ、FW ・ルーク・デ・ヨング、セビージャ・ベルフア、ン、トッテナム・デパイ、リオン・バベル、ガタラサ・イ、プロメス、アヤックス、リョー。